うんすごい、こんばんはー。今日はちゃんと起きてるよ。さすがにね。さすがに2回連続はしませんよ。こんばんはー。昨日配信できなくてね、ショールームの。うんカジュ クマ、ありがとう、果汁ツリーちゃん、福は打ち、ありがとう。お、あれか、もう、ねき。あの、あれ、あれの時期や、豆巻き。スノーマン、福は打ち、ありがとう。お、b ー公園行ってきたんですかめっちゃいいね。やっほー。今日も可愛い、ありがとう。 すごいピーナッツがいっぱいタムタムお疲れとレインボースターありがとうやっほーさや節分 <laughs> 節分ですね <laughs> 出てこんくてお庭外うわっテンナやテンナがポン吉って言ってるテンナテンナあれアバター肌黒くないやん <laughs> 再現しないとちゃんと自分のアバターこんばんはー てんながいますよ。こんばんは。お <laughs> おって言ってる。んてんな黒くないで髪の毛はちゃんと再現できてるけど、肌の色が再現できてない。<laughs> やっほー。あ、3日が節分やから、もう、ふくわうちとかが出てんのか。早いね、時の流れは。 でもね、節分に食べるお豆があんまり好きじゃなくてねいつもねあのー、年齢の数だけ食べるじゃないですかそれがねもう増えるに毎年増えるからね増えてほしくなくて <laughs> そうなのヤッホーそう今年は17個食べないとあかんからさ そうや去年レッスン上で豆まき待ってあれ一年前なのびっくりやねんけど。びっくり。一年前。やあ早いね、時の流れは。わ、スノーマン、鬼は外ありがとう。やっほー。チョコ豆。あ、チョコ豆。え、なんかね、豆があんま得意じゃなくて、その、なんかお豆なんか、 な何ていうのんかお雑煮じゃないけどなんか入ってるやつなんかサラダとかに入ってるお豆はいけんねんけど柔らかいやつは硬いやつがあんま得意じゃないのパンスケ福和うちありがとうレイもみんなに会えてなくて泣きそうみんな早く会いたいよ次は8日なのでねまた1週間開くね公園あっ ヨシミンが豆持ってきてた。<laughs> そう、ちゃんやま、クマありがとう。こんばんは。ツリちゃん、レインボースターありがとう。やっぽ枝豆もあんま食べへんかも。2月は大学休みやからいっぱいレポにやるかも。えいっぱい会おうね。いっぱい会いに来たねレインはこういう配信とかいっぱいするね。 みんな早く会いたいよ、いっぱい。ようか申し込んだよって、ありがとうようか、みんな会えるかな一周年もありがとうございます、素敵な花束。すごい嬉しかった。落花生、食べたことある記憶ないんだよね、実は。落花生の記憶あんまない。こんば、ま、ん うあ、ちよ、めっちゃかわいい、ありがとう。M のレイポン、早く見たい。え、レイも、早く M で会いに来てほしいです。たくさんおうね。そう、レイ、早生まれなんだ。ようちゃん、レインボースターありがとう。青島クマくま、ありがとう。ようちゃん、くま、ありがとう。めっちゃかわいいよって、ありがとう。 質問、チーム M で一人だけバレンタインチョコあげるなら誰え一人ぐらいあげるなら一人あげるならチーム M やえー、悩む <laughs> 全員好きやから皆さんにあげたい <laughs> そうたむたむおにいわそとありがとうそうみんな悪いやんな <laughs> サランヘって、ありがとう。そうです。ミュウさんとお誕生日一緒なの。あ、そうやな。2月はバレンタインもあるしな。みんなチョコ。レイカらの、ね、チョコ、受け取ってくれる人。<laughs> 昨日の劇場くんありがとう。楽しかったって。ありがとう。いっぱい見たよ、みんな。 こんばんばは友チョコじゃなくて本命やで本命あげるけどいらんのかみんな <laughs> こんばんはーあみんな受け取ってくれるって <laughs> 嬉しいチョコな小学生の頃とか中学生の頃は作ってたけど高校生から コロナがすごくて、そうやねん、作ってなくて、高1の時とかもコロナやばかったからさ。そう。本命、本命、本命本命は君だけやで。<laughs> そう、やよいさんとね、中曜日やよいさんが八せ生さんの中でも話しやすい、なんて、よく話す方ですね。 そう。みゆみさんのとりあえずお顔がドタイプすぎて大好きです。本当に。なんでいつも関西弁の、関西人やからですね。兵庫県民なので、関西に住んでるので、関西弁です。そう。みんなたくさん、公園で会えたらいいね。 こんばんは。こんばんは。僕はレイポンがドタイプ。嬉しい。嬉しい。ありがとうございます。誰にでも好き言ってるやつ。えー、<laughs> 先輩メンバーさん、めっちゃ好きやで、みんな。みんな好きやけど。だから言ってまう。 昨日の公演でレポン気になり始めて警察に出し始めそうです。ツインテールに合すぎて。えー、嬉しい好きになって今日はポニテールやけど。パラパラーン。<laughs> ツインテールにしようじゃ。ツインテール。<laughs> そう、おやゆさんのね、顔がもう好きすぎて。同期も大好き。吸気生大好き。そう。レポンさんは DD。 <笑> DD? <笑>よっちゃん。よっちゃんかわいい、ありがとう。そう、昨日はずっこきました。<laughs> 昨日しかも、なんやろ、なんか、あの、大人っぽい曲のイントロでずっこけるっていう、そういうね。カジュめっちゃかわいい、ありがとう。 ありがとうございす。そう、ずっこけました。そしたら若菜さんもずっこけててお揃いでした。ずっこけずっこけお揃いしました。向こうに行くので楽しみにしてました。ありがとう。全然怪我も何もしてなくて。ただただあの滑、ー、って <laughs> シンプルにす全てこけてで、ほんならその後に <laughs>。靴も脱げそうになってマジで焦った。 ガッチャン、やっほーって、やっほー。そう、ツイン、めっちゃ好きやから、昨日やったよ、ツイン。そうやねん。あゆみちゃんが同級生の恋のキューピットの、えぇ、ー、かわいい恋のキューピットかわいすぎんねんけど。あゆみキューピットなれんのちゃんと。<laughs> かわいい。そういうのかわいいよね。やっぱ、中学生、小学生ならではの。 かわいすぎるんですけど定点で見てた人はこけたのバレてたかな昨日配信で見たけどこけてるとこは映ってなくてレイがねだから <laughs> 定点で見てた方はバレてたかも先日の一周年公演に入ってましたありがとう嬉しいどうでしたか一周年公演は そう。冷え症対策の情報交換できた。え、そう、冷え症、みうちさんとね、冷え症のお話をしてたんですけど、でも、みうちさんの方が冷え症重症すぎて。<laughs> でも、レイも今めっちゃ手寒くてね。伝わらへんかもしれへんけどね。キンキンやねん。マジで。ガチで手キンキンすぎて今。めっちゃ寒い。そう。そうなの。昨日の美女が好きすぎて自分の。<laughs> やっほーそうよう申し込んで当たりますようにって嬉しい会えますようにピンク振ってねいっぱいありがとう1周年最善で見れましたわありがとう最善で見てくれていっぱいみんな会いに来てねほ、うんまに吸気性公演が27やったからね そう、昨日のツインテールがすごいお気に入り、個人的には。そうなんだ。冷え性ね、ほんまにやばいの。ミオチさんもレイも冷え性で。冷え性なんでこの、なんか握手会とかの時はみんなが温めてくれるねんけど、やっぱ最初の方とかには、冷たってびっくりされることが多いです。そう。 トマトさん、福は内、ありがとう。ありがとうございます。日本のお兄ちゃんに立候補お立候補してください。<laughs> そう。M 公演当たらんねんって、そう、M 公演なんか当たらへんってよく聞く。例のファンの方。なんでなん <laughs> ありがへんわ。<laughs> どしゃぶり。そう。 レイね、お団子好きって言ってくださる方も多くて、嬉しい。いろんな髪型していく。ハーフツインとかも好き、個人的には。そう。でもね、昨日やっぱほんまに違う髪型する予定やったけど、ツインがパッてよぎって頭で。ツインで。<laughs> そう。この前 M 最初に見とった予定ありがとう嬉しい。 ありがとうございます。レイが昇格した途端当たらなくなったよって。寂しい。なんでなん <laughs> 一般枠で M コイン2連続で当たってる。おお嬉しい。じゃあたくさんレイと会えてる。嬉しい。わ剣クマおっきいクマありがとう。クマありがとう。 8日の髪型は、まだね、決まってないです。いつも髪型決めずにね、リハーサルして、メイクまで順番来て、メイクさんと今日髪型どうしましょうって話してる。いつ会えるのって本当に、いつ会えるのショールーム滑り込み間に合ったってありがとう嬉しい。ようちゃんくまありがとう そう、ツインね、大好き。しかも今、髪の毛がいいぐらいに伸びてきて。だから、めっちゃいいツインやったんや、昨日。昨日のツインの巻き具合もめっちゃ好きで。シン、レインボースター、ありがとう。そうなの。お団子、一回しかしてないんか、意外と。お団子もまたしたいな。お団子室にっくり笑うのめちゃくちゃ可愛いやん。<laughs> またするね、お団子も。 めっちゃ伸びたの。めっちゃ伸びた。でもこの長さキープするから、もうちょっとも伸びたらちょっと切る。この長さをキープしたいの。ロングのポニテが見たい。え、ロングもな、いいねんけどな。ロングもな、いいねんけどな。な、なんか伸ばしてる途中でな、やっぱ切りたくなっちゃう。この、なんやろ。ま、<laughs> そう。 あかんねん。そばかすの木さん、レイパーめちゃくちゃかわいいよ。え、嬉しい。ありがとう。そばかすめっちゃ楽しいよね。みんながこうやって振ってくれるの、サビで。ファンの方が。めっちゃ嬉しかった、それが。以前、笹岡さんがレイパーみたいかわいいけど、あやみは私の世界の一つだけの花って言ってた。やあめっちゃ素敵やんわあ、素敵笹岡さん。 やっぱな、自分の娘が一番可愛く見えるような子供が、素敵なお母さんだ。そう、久しぶりにね、固定ヘアもね、またしたくて。この間のね、9期生のね、1周年公演でもね、あのー、固定ヘアをする予定やったんやけど。そう。やっぱ絶対ロング似合うと思う。でも何でも似合いそうで。ありがとう。 伸ばしちゃおうかな。みんながそうやって言ってくれるから伸ばしちゃおうかな。<laughs> そう。つばカスのキスいいよね。レイマンめっちゃ好きなんよ。めっちゃね楽しい。なんか M のセットリストはとにかく楽しい。そう。なんか最初から最後まで楽しい。なんか世代交代の時ってこんな、なんやろ。なんか違った楽しさがあるんやなって思った。 世代交代はもうとにかく気合い入れてよっしゃ行くぜっていう感じやってん。でも M はなんかなんやろ ?M はなんかあそのコンセプトが大人かわいいやからなんかそれがめっちゃセットリストで感じるやっててそう世代交代も M もどっちもいいほんまに大好きどっちもチャンシーもくんまありがとう でなんか確かに見る側やったらそのあのー、どっちもどっちもっていうか全公園行きたくなるでもレインも M の瀬戸リがめっちゃ好きそうよね新衣装もマジで可愛いいしほんまに好き新衣装 レイの固定ヘアしたメンバーを見たら自然に目がいっちゃうええー。あでもそれはダメやなでもいいよなレイも自分の固定ヘア好きやからもう一回やる予定近々なあみんなさなんかそれぞれこの曲めっちゃ好きみたいな曲いろんな方ファンの方のがなんか集まってる気がする この前は 8M やったからな,なんかひたすら緊張してた。ね、8M 来てくださる方が最近多くて嬉しいです。M の衣装めっちゃ似合うって。ありがとう。レイも自分 M の衣装めっちゃ好きです。ピンク貴重やからさ、M やから。なんか、やからそれがめっちゃいい。めっちゃ好きなんだ。ピンクの銃弾いいよね。ピンクの銃弾ね、ママも好きって言ってたよ、レイの。 チャンシもレインボースター、ありがとう。そう、シャムネコのね、A メロでソロがあるんですよ。そうなんです。そう、NB2 もね、また行ってみたいです。そう。でも、レインも言い訳メイビーめっちゃ好き。メイビーって。あ、シン、レインボースター、ありがとう。 言い訳メイビー好きやしなんかね流れが好きなんだよねあのー、そばかすのキスからの言い訳メイビーっていうのがめっちゃ好きそうジンクスなジ <laughs> ンクス <laughs> あれほんまに難しそうでもこの間ジオンさんが TikTok に投稿されててなんかめっちゃあのゆ、ー、るく踊られてた にも上手ですごかったです確かにちっぽんで出たいね公園久しぶりにちっぽんでちーたんと全然公園さもう違うチームだったからさ会えへんくてめっちゃ寂しいちょっと前まで毎日連絡も取ってたけど最近はお互いあんま忙しくてそうまくありがとうーそうやな いろんな公演出たら確かに、いっぱい会えるから、いろんな公演出たいです。昨日サバカスのキスで泣いてしまいました。まあ、確かに泣いちゃうよね。うんうん。サバカスのキスもいいし、なんかね、マジで M のセットリスト好きなので。マジで。ほんまに。SnowMan、かわいい。ありがとう。 なんか、ツーは、なんか、あのー、めっちゃ体力使うってよく聞く、またいだメンバーからは。そう。雪乃さんが初またぎですね、8日。マジで嬉しい。ほんまに嬉しい。雪乃さん大好き。雪 <laughs> 乃さんはもう、年下なんですけど、れよりも。でも、会うたびに、 ぎゅうしてます、ゆきのさんと。ゆきのさーんって。ほんまに大好き、ゆきのさん。なんかね、ぎゅうしたくなっちゃう、ゆきのさん見たら。そう。B2 さんは、あれらしいですね。やっぱ、体力つきそうでも、公演してたら。<laughs> DD 言われてもた。そう。 ゆきなさん、仲いいと思ってます、勝手に。ゆななさんとのコンビはユナレイ、ゆなれいえ、でも、れい的、ゆなれいがしっくりきます。ゆなれいです。れ <laughs> いが今、勝手に決めた。ゆなれい、ゆなれい押してください。ゆなさんとれい。 ゆきのちゃんが M またいだしって言ってたらしい。え、そう、ゆきのさんが N またいでよって言ってくださったんですけど、え、ジンクスがー <laughs> ゆきのさんジンクスが <laughs> って感じ。そう、ゆきのちゃん後ろ友達投げたからえー、嬉しいそれはもう、当たるしかない。ゆきのちゃんもりいちゃんもお餅みたいでかえー、嬉しいほんまにゆきのさん。マジでゆきのさんかわいい。 ゆきのさんに会うとギューしちゃういつももちろんしまして嬉しいレイポンこんばんラブおっこんばんラブえいちゃん M も似合いすぎてるけど B2 の水色めっちゃ似合いすえ B2 の水色レイも着てみたいのあの王道すぎるアイドル衣装ほんまに可愛い確かにえもうほんまになんか衣装好きすぎて衣装とセットリストが好きすぎるから出ちゃいたい <laughs> どの公演も。確かにジンクスはもうチータンに教えてもらおう。<laughs> チータンに。チータンにジンクスとユニットはオオカミとプライドしたい。から言って教えてもらおう。アイソレやってみてた、アイソレアイソレでもだって、ね、練習したもん。あ、でもちょっとでキンクになうかも。あ、でもこんな感じ。そう。 レイちゃんとミカニゃンさんには絡みに行かないのええー、ミカのさんとはでも待ってこの前写真撮りました最近レイさんは公園ある時公 <laughs> 園ある時着替えが横でいつも <laughs> よく話しかけてくださりますそう嬉しいだから M のメンバーさんみんな優しくていつも話しかけてくれるんですよそれが嬉しすぎて 昨日も、昨日も面白かった、楽屋。<laughs> そう。まんまま。奇跡は間に合う。えー、奇跡は間に合わないでもみひなさんやってるやんの奇跡は間に合わない。だから、でもほんまに似合う。 ううん。なんか見たプライドしてみたいな、いつか。こんばんは。こんばんはー。あやまちあやまち <laughs> まさかの <laughs> だ、どっち <laughs> そう。みゆさんとのツーショット。あ みうさんともツーショット、みうさん、なんかツーショットよりお話しすることの方が多いかも。みうさん、マジで面白くて大好き。<laughs> そう、昨日 X でみひなさんが可愛いって言ってく、みひなさんが可愛いって言ってくださったんですよ。もうほんまにやばくないですか一瞬、えみヒなさんこれ本物ってなりました。もう嬉しい。ほんまに。そうウィンブルドンしたい。 ウィンブルドンしたいのそう,うわーみひなさんとオオカミとプライドやりたいなでも <laughs> みひなさんと神戸に出たいっていうこの欲をあのー、満たすだけでももう N さん出たいレベルほんまにかわいかったもんって嬉しい, <laughs> い正直ちょっと昨日のツインテールは あの上手にメイクさんが作ってくれたんです。ツインテてるかね。そう。わがままね。確かに M の中でもなんかまた他のユニットとかもやってみたいな。マ、ま、ジ、あ、わがまま大好きやけど。わがままコレクション。わがままの流れ星も好きやし、わがままコレクションも好きやし。<laughs> わがまま大好き。 でもいろんな公演にね、またいでみたいな。そう。こんばんは。マジで見たい。それ本当にお願いします。そう。N さん出たいし。今度ね、3日にゆうみさんが M さんに M、M にね、出演されるんですけど、その日は出演できなくて。寂しいです。ゆうみさんと実はまだ1回も公演に出たことがない、一緒に。レイが、 あのー、体調不良の時にユミさんが出てくださったことがあって次第交代交後もなので実は一回も一緒に出たことがなくてそうなんですよ M で他にしたユニットは M は黒い天使とか <laughs> かな 意外となんか9期生レイいとかまたいでるときにやってるからなんかあのー、すごいめっちゃ難しそうやけどやってみたいっていう気持ちもあるそう頑張りたいないろんなチーム出れるようにわっではもうそろそろ時間なのでだんじょしていきますね13位よっちゃんありがとう 12位、トマトさん、ありがとう。11位、チヨ、ありがとう。10位、シン、ありがとう。9位、チャンヤマ、ありがとう。8位、ツリッちゃん、ありがとう。7位、タムタム、ありがとう。6位、チャンシモ、ありがとう。5位、スノーマン、ありがとう。 4位、ヨウちゃん、ありがとう。3位、アオシマ、ありがとう。2位、カジュ、ありがとう。1位、ケン、ありがとう。ありがとうございます。配信ありがとうございました。えー、9時過ぎ、9時1分ぐらいから、ルームスでも配信するので、ぜひ、ルームスでもお願いします。最後、スクショタイムしよう。 パシャ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 ,パシャありがとうございましたパシャ。ではまたまたルームスでーバイバーイ。